ちは、ももです。はい、今回はですね、簡単ズボラうどんを作っていきたいと思います。イエーイ。リクエストなどでワンプレートだったり、まあ、どんぶりものとか、そういう簡単にできるような、はい、お料理をお願いしますという、はい、リクエストをいただいたので、今回はちょっと夏ということでスタミナたっぷりの牛丼を作っていきたいと思います。それでは最初に材料から紹介していきます。これは1人から2人分の分量になります。はい、まず最初に牛肉の細切れの 200g です。もう下準備をしてある玉ねぎです。切り方としてはこういう一般的な玉ねぎを皮むいて半分に切ってザクザク切っていったような感じです。玉ねぎの薄さとかはお好みで大丈夫です。はい、次に生姜です。こんな感じにちょっと刻むって言いますか、小さく刻んだように使っていくんですけれども、食感が嫌だなって方はすりおろした生姜でもいいと思います。ではちょっと代謝をアップするために多めに入れていきます。はい、調味料です。調味料はこちら、じゃん。はい、出ました。私の大好きなめんつゆをメインに使っていきたいと思います。この他にもみりんと料理酒と、あとはお水も使っていきます。今日はですね、ズボラ料理ということで、もう使っていく調味料をこの中に入れて測ってやっていきたいと思います。水を200入れていきます。はい、みりんも大さじ1入れます。料理酒を大さじ1入れます。ベースはこんな感じの味付けになるのですが、少し味を濃くしたり甘さを出したいなっていう場合はめんつゆをさらに少しずつ足していくといいと思います。私はこんな感じの深めのフライパンで作っていきますが、お鍋とかでも全然構いません。お鍋を少し温めたら、この先ほどの汁を入れていきます。ネギから入れていくんですが、人によってはお肉から入れてる方もいらっしゃるのですが、ちょっとお肉から先に入れると牛丼というよりもすき焼き風な感じになって、ちょっと味が変わってしまうので、私的には先に玉ねぎを入れるのがおすすめです。はい、でもそちらはお好みで大丈夫だと思います。焦げないように気をつけて中火ぐらいにして、玉ねぎに味が染み渡るようにしていきます。このようにやると玉ねぎも甘くなったりとか、あと水分が出てきますので、ちょっと色が変わるまで煮立てていきます。玉ねぎに全体的につゆが浸るようにやっていきます。玉ねぎがしんなりしてきてからお肉を入れていきます。で、水分が逃げやすいので少し蓋をしてあげるといいと思います。だいぶ玉ねぎに、ね、味が染みてきたのでお肉を入れていきます。生姜も一緒に入れてしまいます。生姜を入れることによってお肉の臭みとかも消してくれるのでおすすめです。これでまたちょっとひと煮立てさせていきます。閉めて弱火で 2,3 分ちょっと待ちたいと思います。では蓋を開けます。しゃー、わー、美味しそうですね。だいぶいい感じに使ってきたかと思います。弱火にして、でもしアクとかが見えられるようでしたら、少しこうアク取りとかをやってください。そしたら盛り付けていきます。こんな感じに盛り付けました。じゃーん、うわー、美味しそう。うん、玉ねぎもたっぷりで生姜の香りが程よくして、すごい食の増すような香りがします。はい、では早速いただいてみます。ではいただきます。熱そう。おいしい。幸せだ味付けが薄いかなって思ったんですけども、玉ねぎの甘みがちょうどよく出てすごく美味しいです。肉にすごく味が染みていてとっても美味しい。あー、美味しい。そうですね、ポイントとしては生姜を入れることによって、はい、お肉の臭みも消えたり、よく食が湧いて、何杯でも食べれそうです
簡単ズボラ牛丼の紹介でした。はい、まあ、こちらのレシピはですね、割とスタンダードなので結構知ってる方とかも多いと思うんですけれども、まあ、生姜を入れることによってすごく食が増したり、あとはですね、発汗作用とかもあるので、ダイエットしてる方とかにもとてもいいんじゃないかなって思います。トッピングのアレンジとして長ネギだったり、あとは大根おろしポン酢とかを乗せるとまたさっぱりして食べやすいかなって思います。たくさん作りすぎちゃっても次の日ぐらいまでだったら食べれますしですね、卵を卵とじみたいにしてまたそれをご飯にかけて食べたりとか、おかずにして食べたりとか、いろいろアレンジも効きますので、よかったらぜひ簡単なので作ってみてください。はい、今回はこんな感じで動画を終わらせていただきます。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。